力説していただいたけど、続きはこれを見てからにしていただくわ。この匂いはネズミの天ぷら？ああ、かぐわしい。吉川君、尻尾が。教頭先生だって。しまった。変化の術が。いやはや、バレてしまいましたな。くん、まずい。退散するぞ。はい、教頭先生。あ、覚えてろよ。ああ、待ってください、教頭先生。置いてかないで。遠山先生。百目鬼君、彼女を外に運んであげてちょうだい。はい。そうね。タヌキの昔話にあったから試してみたけど、まさか本当に好物だったとはね。効果てきめんだったわね。だったら欲しい人にでもあげたら？おいしそう。みんな尻尾がついてるぞ。まさか教職員全員がタヌキだったなんて。ごゆっくり召し上がれ。それじゃあ私たちは帰りましょう。こんにちは、市原さん。みなさん、こんにちは。今回、知らないうちにいろいろお世話になりました。お礼がてら、そのことをご報告に上がったのです。大団円というわけではなさそうですね。はい。校長以下、教職員全員がタヌキだったこともあって、結局、教頭は戻ってきました。
吉川先生も出向したようです。多分何事もなかったように学校に居座り続けると思います。正体を知られた僕をあのまま置いておくわけにはいかなかったのでしょう。帰ったら転勤の辞令が届いていました。私も学校は辞めることにしました。タヌキに化かされていた間とはいえ、生徒や地域の人たちの信頼を失うことをしましたから。しばらくはここで自分の頼りなさを反省します。でもこの先転勤するときにできれば遠山先生にもついてきてほしいと思っています。え？やはり僕たちはこの地にいない方がいい、そう思うんです。遠山先生にも新しい土地でやり直す機会を作ってあげたいのです。古賀先生。ところで大化のことだけど、実はそのことなのですが、今朝庭に出たらこんなものを見つけたのです。金銭的な価値のあるものかは分かりませんが、とても美しいものだったので。これは精密ね。正常な木でできた露のようなものよ。これでお礼になりますか？ええ、いただいたわ。それでは僕たちは戻ります。急いで引っ越しの準備もしなくてはなりませんし。そうなんですか。お気をつけて。ありがとうございます。失礼します。さてと、この精密ね。このまま飲めば身を清め力がみなぎる。でも俺は、なるほどね。このさなぎが求めているものはこれなのね。綿抜き、精密をさなぎにあげてみて。
奈落、それは行き着く果て、黄泉から写し世への入り口、繰り返される輪廻と転生、永遠に終わることのない一日。何を望む、何を求める、自称異質に、あなたの願い叶えますか。海ね。もしかして元の世界に戻れたのかな。どうだろうな。じゃあ電柱を探してみる。でもそれより先に店を探しておかないとまずいんじゃないかな。服も着替えられないし、食事も困るし。それにしても綺麗な砂浜よね。本当、すごく綺麗。いい景色ね。ずっと見ていたくなりそうね。あ、そうだよね。今日は天気良くないし。だが、まだ暖かい時期ではあるようだな。真冬の海はこんなもんじゃないからな。真冬じゃないって言っても、外で眠るのは大変かもね。ここがどんな場所なのかも分かりませんしね。おい、そこに誰かいるのか？新規な服装をしているようだが、盗人か。そのようなものだと思ってもらって構わないわ。私たちは遠いところから来たの。そして願いを叶える店を経営しているわ。願いを？ここには来たばかりで迷ってしまったの。店というと、もしやあの奇妙な建物か。願いを叶える店とは、これも何かのご加護かもしれん。あなた、叶えたい願いがあるのね。叶えるに値せぬささやかな願いではあるが、聞いてもらえるだろうか。私は足立新三郎、鎌倉殿、源頼朝様に仕える蔵式だ。あなた方の名前をお聞かせ願いたい。私の名前は市原優子。
こちらはうちで働いている綿貫。それと綿貫の友人の道めき君とひまわりちゃん。はじめまして、道めきです。こんにちは。皆さん丁寧に、痛み入ります。それじゃ店に行ってから聞くことにしましょう。とりあえず中に入ってちょうだい。私たちは一度着替えてから出てくるから、少し待っていて。わかりました。おかえりなさい、西様。マル、モロ、鎌倉時代に合う服を持ってきて。客を外に待たせてるから、急いでちょうだい。はーい。さてと、急いで支度しなきゃね。これはまた、見慣れぬ風情の部屋だ。あまり気にしないで。本題に入りましょう。綿貫、お茶を入れて差し上げて。おいしいお茶だ。このようなお茶を飲んだのは生まれて初めてだ。おいしく入れられたお茶をいただくことなどしばらくなかった。それどころか白湯や水すら落ち着いて飲むこともなかった。あなたに悩みがあるから。はい、実はここしばらく悪夢に苛まれているのです。よく見る夢なのね。はい、毎晩です。眠るたびに必ず見るのです。しかも崖から突き落とされるゾッとするような夢です。何か崖から落ちる夢に心当たりはある？いいえ、心当たりは何もありません。そう。なんとかあの悪夢を見ないようにしたいのです。でないと私はまた崖から突き落とされて。本当にその夢を見る原因に何も心当たりはないの？ありません。私は何も知らないんだ。